それでは今日はうなぎの話をします。まあ、うなぎといえば夏のイメージがありますけれども、実際まあ問屋としては2月ぐらいからサンプルを取り寄せたりして、うなぎ商戦っていうのはもう始まっているんですけど、先日のっこり倉庫に入ってきたと思うんですよ。実は中国産が国内に在庫がないってことで、いろんなところ探してそれでも目当てのものがなかったりしたんで、出てきたものをとりあえず抑えたっていうような感じだったんです。まあ、中国にはあるっていうのが多くの人が言ってるんですけど、まあ、去年より値段は下がってくるっていう話が多いので、まあ、その辺の値段を見て中国が出したり引っ込めたりしてるのかななんて思うんだけれども、ということでとりあえずは自分たちが触っているうなぎのかば焼き、これについてこれってなんだろうっていうところを説明してみたいと思います。まあ、グラム数しか気にしてなかったと思うんだけども、かば焼きの串かばっていう呼んでるんですけど、このケースの脇を見るとサイズ、まあ、規格が書いてあるんですけど、セイポンとか略ポンって書いてあるじゃないですか。これってなんだろうっていうことなんですよね。略ポンなんてのもあるんですけど、これは串の刺し方、まあ、身の切り方というかの違いですね。細かくはいろいろあるようなんですけど、まあ、自分の分かる範囲でいくと、こっちがセイポン半串でこういう感じ。あの絵下手くそですね。まあ絵心あるな。3分割して2串作ってますね。そしてこっちが略ポン半串しかしあの4分割して3串作ってますね。まあこれは原料サイズによって、どの刺し方で作るとか、何尾を使って何串作るかみたいなところで、まあいろいろあるようです。でもう一つ聞いたことあると思うんですけど、このまあ串の原料になる長かばね、これまあ長かばって言ったり長焼きって呼ぶ人もいるんですけど、まあどっちでもいい。どっちでもよくないのが背開きと腹開き、これですね。一昨年でしたっけか、腹開き、しかも言うとこれが間違って、入ってきたってことがあって、もちろん表示がその時は違ったんで気づいたんですけど、でこの背開きと腹開き、地域によって違うんですよね。関東は背開きが主流、一方関西は腹開きが主流なんです。まあ、なぜそうなのかっていうのは後で説明しますけど、でこの背開きと腹開き、見た目でわかるんですけど、実は食感でも違いっていうのがあります。焼き方に大きく違いがあって、まず背開き、これは背中から開くので真ん中にお腹になる部分の身の薄い部分が来るので、両端が厚くなって真ん中が薄くなってる、そういった開きになります。で特徴的なのが、関東風は白焼きを一度蒸し工程を通してからタレをつけて焼き工程が入ります。一度蒸してるので余計な油が落ちて、でふっくらと仕上がるのが特徴です。なんで背開きなのかっていう理由なんですけど、まあ、関東風は蒸し工程が入るって言ったんですけど、その蒸し工程の時に串を打つんですね。その時両端に厚みがないと身が切れてしまうんですよね。だから背開きにして串を刺して蒸すということが濃厚なんですね。一方腹開き、関西の腹開きはお腹から開くので両端が薄くなります。で真ん中が肉厚になるんですけど、関西風は蒸し工程がないのでそのまま焼くんですね。だから脂の乗ったうなぎのコクっていうか、なんだろう、裏ね、うなぎ本来の味わいがあるっていう風に言えるのかもしれないですね。でその分焼き時間が長くなるので、皮目がパリッとして、まあ、しっかりとした焼き上がりになります。まあ、優劣つけがたいところだと思うんですけど、優劣つけがたいですね。まあ、夏本番が来たら、まあ、自分お金ないのでね、多分あのこういった偽物でなんとか気分だけは味わいたいなって思います。